力を巡らせようとその心まで覆えるものか。 我の目玉を欲しがるか。飛び出させる夢、少し待て。さてさらば、我との契りに守ってもらう。大谷殿、承知つかまった。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田にさらばあるや。 いいな、日の元にこの雪村あるや。役場なれば致し方なし。日常よ、惨劇の時が訪れたか。では行くぞ、皆の衆、焼き払え。 勝負と化しても構わんものか。奴は呂布だとでも言うのか。否、ただの人よ。無の境地にさえ至れば
貴殿すら打ち果たせよ。早分け抜いた。この誇りを我が作ろうてやる。俺らの光を焼き付けな。合わせ瞳に互いを映せ。 来たか。主も見やれ。天外に咲くスミレ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。わずかに手間取った。これではご期待に添えない。あれ式の勝利取られようとは不甲斐なし。我は故に。 三本も主も徳川も揃い三成をおびき行く。我一人を物見の台に取り残さんとする。<笑>なら簡単だ。あんたも一緒にこっち来いよ。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。参られた以上こっちでお返しはできませぬ。 戦争を忘れたつもりはねえぜ。ひとまず置いてもらおうか。あの農民たちにも胸を張れますね。きっと誰にも文句は言わせねえ。隠居はならぬ。ならば隠居か。大砲でもあるまい。<笑>拙者最後の相手としてはそこなしよ。こんなところでつまずいてられっかよ。 ですよね、きっと。なるほど。石田型に我ありとな。いや、口にしてみただけよ。我の足並みか。星読みを少々待って。そう簡単には倒れねえか。見やがって。 いざ。星などあきるほどにあるとはどうにも思えんけどな。真田、この勝負クールに行こうぜ。この魂燃え尽きるまで熱く燃えようぞ。マサムネ殿は ビリッとくるだろう。それが伊達の剣ってやつよ。武田が熱き魂、頼ることなし。誰一人として厳しを返しはしない。太后の世では不服か。決して分からぬではないが、我が本当に求めたのは。 よくも強兵を。秀吉様の強兵がいともことごとく。てめえらオジュ舐めんじゃねえぞ。この命、武田が未来のために。こんなところでつまずいてられっかよ。ですよね、きっと。誰に。 我が名、雷鳴のごとく戦場にとどろかん。見ろ、豊臣が早急に映画する。手負いが虎の恐ろしさご覧に入れよ。真田が御旗六分線。一里よけ。突き進もう。 我が槍が折れ、命果てるまで。思いの丈を全てさらしな。
親方様、申し訳ございませぬ。三つ丸様、我が軍の被害は甚大。もはや立て直せませぬ。己、秀吉様の尊き軍を、よくも、よくも、兵は下がれ。奴は私が冥府へと送りつける。 これよりの暴虐、私が許可しない。ほんのわずかな敗勢すらありえてなるものか。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。なんのさらに険しき戦場とで乗り越えてきたわ。1対100で戦っても負けないだろうぜ、大将は。 久しぶりだな。特殊ギアで行かせてもらうぜ。貴様には刹那の生存も許可しない。貴様、 私に詫びろ。秀吉様の兵に詫びろ。秀吉様に死んで詫びろ。Hell or Haven、月に決めろ。拳などとは比べようもなき陣痛を与えてやる。 死、そして死、見届けてやる。好きに選べ。この歯がゆさ、甘んじて受けるものか。文句は言わせねえ。貴様、一度でも隙見せてみな。食らいついてやれ。時を遡れ。もう一度、木漏れ日のような。 あの日々に。俺が進むは竜の道。Follow me。後悔はさせねえぜ。